初登庁日を迎えた佐藤由美市長は今朝、職員や市議らに拍手で迎えられ、長久手市役所に入りました。佐藤市長はおよそ12年間長久手市議を務めた後、先月の市長選に出馬。18歳までの医療費無償化など子育て支援策の充実を掲げ当選しました。愛知県で初の女性の自治体トップです。市民目線での行政運営、公平公正なサービス提供に取り組むとともに、常に高齢者、障害のある人、生活に困難を抱える人の視点で考え、誰もが希望を持てる街を作っていきます。また佐藤市長は、性別問わず意欲のある方が活躍できる社会にしていきたいと抱負を述べました。